民進党の山尾詩織です。第二次安倍政権が発足してから間もなく4年半が経過しようとしています。安倍一強政治と呼ばれる長期政権のおごり、緩み、たるみが安倍総理をはじめ自民党の二階政議員といわれる方々にまで浸透していることは、さまざまな事件を見ても明らかであります。かつての自民党政権では政官業癒着に基づく利益誘導政治が横行し、金権腐敗政治であるとの国民の強い批判を招きました。今姿を現したのは安倍総理のお友達、すなわち安倍友優遇政治と安倍忖度政治という新しい形の利益誘導政治であります。安倍総理のご夫人である昭恵氏が名誉校長を務め、その名も安倍晋三記念小学校という学校設立を目指す森友学園に対し、財務省をはじめ政府は一体となって特別扱いを図ってきたことが明らかになりました。とりわけ国民の大切な資産である国有地を9割引きという破格の値段で売却したことについて、次々と新たな事実が判明し、政府の説明は根底から崩れてきています。安倍総理は、私は妻が関わっていたら総理も議員も辞めるとおっしゃいましたが、昭恵氏がこの件に深く関わっていたのはもはや隠しきれない事実であります。そして安倍総理が腹心の友と呼ぶ方が理事長を務める加計学園の獣医学部新設の件についても、総理のご意向だとか官邸の最高レベルが言ってることなどと記された文部科学省の内部文書の存在が報道されました。報道されたこの文書によれば、麻生財務大臣などが強く反対する中、関係省庁がいかに安倍総理のご意向を踏まえ、あるいは忖度し、最短距離で要望を実現できるかを必死になって検討しているかが現れているかのような記載であります。安倍総理は働きかけをしていたら責任を取ると明言をしましたが、疑惑はますます深まってまいりました。権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する。これはイギリスの歴史家、思想家、政治家、ジョン・アクトンの有名な格言です。森友学園や加計学園に関する疑惑に象徴されるように、安倍総理による政治の私物化は、今や明白な形でその姿を表し始めました。私たちはそのような政治は断じて認めるわけにはまいりません。このことを申し上げ、改めて、私は民進党無所属クラブ、日本共産党、自由党、社会民主党市民連合の4会派を代表いたしまして、ただいま議題となりました法務大臣、金田勝俊君、不信任決議案について提案の趣旨を説明いたします。まず、決議案を朗読いたします。本院は法務大臣、金田勝俊君を信任せず、右決議する。以上であります。以下、不信任の理由を申し述べます。私は2年前のこの議場で、刑事訴訟法改正修正案の賛成討論の際、次のような言葉を紹介しました。力なき正義は無力であるが、正義なき力は暴力である。共謀罪が成立すれば、共謀が罪を構成するわけですから、話し合いの有無、そして中身を知るために、捜査機関は一般市民のコミュニケーションに、事前に広く監視の網をかける力を持つことになります。一人一人の個人が自由に集まり、他の個人とつながり、言葉を交わし合う。このコミュニケーションの自由は民主主義の根幹ですから、この共謀罪が捜査機関、ひいては国家に与えるコミュニケーションの監視機能は、自由と民主主義を危うくする力そのものであります。にもかかわらず、審議を重ねるほどに明らかになったのは、共謀罪が全くテロ対策の役に立たないということであります。まさに正義なき力、自由と民主主義に対する暴力とも言うべき法案です。277、従来の数え方に習えば300を超す既存の罪について、処罰時期、ひいては捜査の開始時期を一気に話し合いの段階まで前倒す、この共謀罪喫緊の課題は、これだけ重大で深刻な共謀罪の所管大臣が金田勝俊大臣であるということであります。ここまでの議論において、金田大臣は答弁変遷、答弁矛盾、答弁不能、答弁放棄、
こういったことを重ね、私たちはこれ以上法務委員会の議事における法務大臣の答弁の価値が軽くなること、そしてその耐えられない軽さが今後の大臣に要求される答弁の質の許容ラインを下げていくことに耐えられません。国会、国民に対して説得的に説明責任を果たそうとする意思もなければ、能力も残念ながら欠如している大臣のもと、これ以上議論を続けることは無意味である以上に有害であることをこれからご説明いたします。まず第1点目は、説明責任を果たそうとする意思の著しい欠如です。2月6日、法務大臣がメディアに向けて配布したいわゆる金田ペーパー、この登場はあまりにも衝撃的でありました。刑事局長や外務大臣に聞いてほしい、予算委員会ではなく法務委員会で聞いてほしい、成案前から前の共謀罪とは全く違うとご自身が PR をしておきながら、質問は成案の後にしてほしい。行政権の一員である法務大臣が立法府における審議の時期、場所、相手について自らの希望をペーパーにしたためた上、権力監視機能を果たすべきメディアに配布するという異様な光景に大きな疑念の声が上がりました。説明責任を果たそうとする意思の欠如を象徴するこの金田ペーパーについて、金田大臣自身謝罪と撤回をされましたが、その後の審議を重ねるごとにこの謝罪と撤回が全く無意味なものであったことが露呈していきます。なぜならその後、議論の主な舞台が法務委員会へと移った後も、刑事局長に聞いてほしい、こういう答弁が絶えることはありませんでした。その上、国務大臣としての説明責任を放棄したこうした振る舞いに対し、本来公正中立な立場で凛として議事を差配すべき法務委員長は、むしろ多数決による採決で政府参考人たる刑事局長を常時登録するという憲政史上初の言いなり差配を実行しました。その結果、少なくとも現在の法務委員会は政治家同士の議論を通じて国会を活性化させるという先輩議員たちの努力を水泡に帰しているものと言わざるを得ません。第2点目は、説明責任を果たすという意思のみならず、その能力の欠如であります。法務省設置法第3条には、法務省の任務として法秩序の維持、そして国民の権利擁護を挙げています。そして第2条2項で、その法務省の長が法務大臣であります。しかし、この間の金田大臣の答弁と振る舞いは、この法案が刑罰権の発動を基礎づけ、身柄拘束を含む国民の重大な権利を制限する、そういった法案であるにもかかわらず、法案の内容を理解しないままに、官僚の作った答弁ブロックを読み上げ、無関係な答弁で質問をはぐらかし、論理が破綻していても答弁を訂正しないどころか、場合によっては論理破綻に気づくことすらできないという、あまりにもお粗末な態度でありました。これでは法秩序の維持、国民の権利擁護、法が法務大臣に要求している役割を果たすことは到底できませんし、金田大臣が残念ながら法務大臣の任に耐えないことは、以下のような大臣答弁の隅々にまで表れています。例えば1月30日の参議院予算委員会、判例はないが判例的考え方を申し上げているという衝撃的な答弁が飛び出しました。2月8日の衆議院法務委員会、質問者から金田ペーパーについて謝罪や撤回だけでは済まないのではないかという指摘を受けた金田大臣は、あろうことか、ただいまのご意見に対しては私はちょっと、私の頭脳というんでしょうか、ちょっと対応できなくて申し訳ありませんと、聞いている私たち本当に衝撃を受けざるを得ないような答弁をされております。後ほど内容の詳細を述べるつもりですが、その他にもキノコ狩りもテロ組織の資金源として現実的に計画することが想定されるのでありますという内容の答弁、あるいはビールと弁当を持っていれば花見、地図と双眼鏡を持っていれば下見というようなびっくり答弁もありました。また一般人が対象となるか否か論争の中では、一般人は捜査の対象にならない、嫌疑の対象にならない、続いて告発の対象にすらならないと答弁し、質問者から告発の対象は告発する人の意思によって決まるのに、なぜ大臣が対象を限定できるのですかというもっともな指摘を受け、その場で答弁を変えるということもありました。金田大臣の答弁の矛盾、
変遷、論理破綻は枚挙にいとまなく、答弁不能に陥った大臣により、質疑はこれまで69回ストップしております。こうした金田大臣の答弁能力の欠如を補うべく、安倍総理大臣や刑事局長が答弁を買って出る場面も大変に印象的でありましたが、残念ながら安倍総理や刑事局長の答弁もまた深刻な問題を浮き彫りにするものでありました。例えば総理は1月26日私との質疑の中で、組織的犯罪集団に当たるためにはそもそも結合目的が犯罪実行を目的としていることが必要であると答弁をされました。しかしこれは正当な組織であってもその性質が一変すれば組織的犯罪集団に当たることになるとする従来の法務省の統一見解に真っ向から矛盾します。総理のこの間違いをことするために政権が必死に準備してきたのが、そもそもという言葉には基本的という意味がある、こういう答弁でした。しかしこれは国会図書館ないしメディアの調査によっても明らかな通り、現存する15の主要な辞書を紐解いても総理の言うような意味は一つも存在しませんでした。つまり総理の説明はオルタナティブファクト、ありていに言えば事実に反する嘘であったということです。しかしさらなる追及を受けた安倍総理がしたことは、大辞林に土台という意味があり、土台には基本という意味がある、こういう答弁を閣議決定をすることでした。閣議決定はこういう目的のために使われるものだったでしょうか。これは安倍総理が人を刑務所に送る刑罰法規の構成要件の文言を解釈するにあたり、間違えてしまった説明を嘘で塗り固め、その嘘を政府が閣議決定で裏書きしたことを意味します。絶対にあってはならない深刻な事態です。なぜならこのような閣議決定の名に値しない閣議決定がなされるということが、安倍総理本人に自らの間違いを認める度量がないということを証明するだけでなく、安倍総理の周囲に、総理さすがにそれは間違っていますよとたしなめる存在がいないことを意味するからです。安倍政権の中には王様は裸であると語る子供がいないということであります。裸の王様が行政府の長を続けることの深刻な論点を2点申し上げます。1点目は、今回の総理答弁は刑罰法規の構成要件の解釈に関するものだということです。刑罰法規の構成要件は、ここまでは自由、ここから先は刑務所、こういう線引きをすることによって人間の自由と不自由の範囲を宣言するものであります。ですから誰にでも分かるレベルの明確性と、誰がいつ解釈しても同じように読める安定性が必要なのです。しかしこの構成要件の解釈が自分の間違いを認めたくないという安倍総理の俗人的な理由で変更されたり混乱したりすれば、明確性も安定性も傷つけてしまいます。明確性や安定性を欠いた刑罰法規は自由の範囲を不明確かつ不安定なものにします。何をすれば刑務所に行くのかはっきりしないという状態は、迷ったらやめておこうというように自発的な自由の萎縮をもたらし、一旦萎縮した自由を取り戻すのは並大抵のことではありません。2点目は、この問題が安倍政権の間違いを認めない体質、そしてこの道しかないというスローガンが象徴するように、自らが唯一絶対に正しいという価値観を如実に表しているということです。人間は間違いを犯します。したがって人間が行使する権力も間違いを犯します。しかし安倍総理や金田大臣の発言がどんなに間違っていても、その間違いを真実として正当化していくという手法がまかり通れば、権力の正当性を論理や事実によって客観的に判断をしていくことがおよそ不可能になります。安倍総理は間違えない、政府の判断だから正しい、これはまさに法の支配ではなく人の支配への転換を容認することにつながります。特に共謀罪で言えば、捜査機関ひいては国家権力の判断は正しいという前提で広範な捜査を許容すれば、社会は変容し、監視網の中で社会の自由はどんどん萎縮していくでしょう。安倍総理には
使い方を間違えれば最大の人権侵害を起こしうる刑罰放棄に対する謙虚さが見られません。これは安倍総理が今国会で共謀罪に関して答弁された一網打尽にする、捜査機関の躊躇をなくす、こういった発言からも見て取れます。本法案に対する金田大臣の答弁能力の欠如は安倍総理によってフォローされるどころか、むしろ法案審議をさらなる混乱に陥れる結果をもたらしています。また今国会の法務委員会では憲政史上初めて要求もない政府参考人である林刑事局長の出席を野党の抗議にもかかわらず強行採決するという手法が取られました。これはあからさまに政府与党が一致団結して金田法務大臣の答弁能力の欠如を認めた証拠であるというほかありません。多数決だけの民主主義であれば国会はいりません。国会における熟議の民主主義の大切さを尊重してきたからこそ、明文規定はなくても多数決によらない運営を目指す努力が先輩議員たちの手によって重ねられてきたわけですが、積み上げられてきたその努力が一瞬でご破産になってしまいました。合わせて多数決で出席登録された刑事局長自身の答弁も大変にお粗末であります。例えば一つの会社の中に正当な業務の目的と犯罪目的が併存している場合にも組織的犯罪集団足りうるのか、こういう基本的重大な論点について当初はノー、その後は実質イエスと答弁を変遷させました。あるいは先のそもそも事案について、そもそもとは事の起こりであるとの持論を展開し、安倍総理の嘘を真実に塗り替える手助けをしています。あるいは捜査の前段階の警察活動として尾行や張り込みなどをすることはあるのでしょうかという質問に対し、捜査として尾行などをすることはないとすれ違い答弁を確信犯的に繰り返したくだりもありました。これは果たして刑事局長の能力に問題があるのでしょうか、それとも傍若無人な権力に対してリーガルマインドを放棄して猛獣をする忖度によるものなのでしょうか。いずれにしても現時点の法務委員会において法の秩序の維持と国民の権利保護という法務省の任務を全うするために最低限のリーガルマインドを持って答弁していただける答弁者は残念ながら存在していません。金田大臣は自らの答弁能力の欠如が法務委員会を多数決と忖度の場に堕落させてしまった責任を問われるべきであり、速やかに退任されるべきであります。テレビの報道でも金田大臣の答弁能力欠如の象徴的なシーンとして真後ろにいる事務方の声がマイクで拾われ、その事務方の大臣への耳打ちの言葉と寸分たがわぬ答弁をする大臣の姿が繰り返し報道されておりました。政治家主導によって国民の意思をより強固に法制度へと反映させるこの職責を放棄されるのであれば、大臣としての職そのものを放棄されるべきであります。そしてこの金田大臣の答弁能力の欠如が明らかに国益を害しています。例えば法務省がテロ対策としての立法事実として提出してきた3つの事例のうち、いわゆる地下鉄サリン事件を想起させる薬物テロ事案、そして911を想起させるハイジャックテロ事案の2事案について申し上げます。薬物を使ったテロの目的で薬物を入手すれば、その時点においてサリン等防止法予備罪で処罰が可能です。ハイジャックテロの目的で航空券を入手すれば、その時点においてハイジャック処罰法予備罪で処罰が可能です。現行の国内法で処罰可能なテロ事案につき、金田大臣は処罰できない場合があるのだと何ら説得力を持たずに強弁を続けています。この法務大臣の答弁はテレビやインターネット議事録を通じて国内外に発信されています。日本の国内法で処罰できるテロ事案を処罰できないと発信することは、まさに日本におけるテロを誘発させる危険を生じさせるもので、私は日本の国益を守る立場から断じて容認することはできません。ましてやその動機がテロ対策の穴のないところに穴を掘ることによって、テロ対策の美名のもとに共謀罪を成立させることにあるのであれば、ますます許せません。なぜ現行法で処罰できるものを処罰できないと言い張るのでしょうか。なぜ穴のないところに穴を掘るのでしょうか。結局
本来現行法で処罰できるものをできないと言い張らないと共謀罪の必要性が語れないからではありませんか。法務大臣の答弁そのものがテロ対策どころか逆にテロの抜け穴を掘っている状況はまさに無意味を通り越して有害であり、このような大臣答弁を続けさせてこれ以上国益を害するわけにはいきません。ここまで金田大臣の資質の問題がいかに立法府の議論の土台を壊しまた国益を害しているか述べてまいりました。合わせて今回の共謀罪法案そのものが法案としてのクオリティが極めて低い粗悪品であることも指摘せざるを得ません。なぜならこのような粗悪品を所管大臣としてまともにチェックできないまま閣法として提出してしまった責任もまた金田大臣に帰責せざるを得ないからです。以下この共謀罪法案の欠陥を具体的に指摘してまいります。法案の欠陥その1はテロ対策の役に立たないことです。テロ等準備罪と名前だけリニューアルして今国会に登場した共謀罪法案、名は体を表すとは言いますが議論するほどに名前と中身の乖離が明らかになってまいりました。先に申し述べた通りテロ対策として法務省が示した3事例のうち2事例は現行法でも十分に対応できることはすでに述べました。また3事例目として示されたサイバーテロ事案について仮にウイルス完成時より前ウイルス作成時から処罰可能とするべきだという政策的判断をするとしてもそうであればこのウイルス作成等罪に未遂はこれを罰すると一条を付け足せばよいことです。277プラスアルファの罪につき未遂より手前予備より手前の包括的共謀罪を作るべき立法事実になり得ないことは明白であります。3事例がテロ対策として包括的共謀罪を作る立法事実足り得ないことが明らかになり私たちは4事例目以降があるのであればしっかり検討したいのでぜひお示しくださいと丁寧に質問を続けてまいりました。この点金田大臣は成案提出前の予算委員会においてはこの4事例目以降について頭の中には多数ある成案ができるまでぜひお待ちいただきたいこういった答弁をされておりました。ですから私たちは成案提出後の法務委員会において成案ができた以上お話しいただけるのだろうとご質問をしましたが今なお4事例目以降は金田大臣の頭の中にしまわれたまま国会そして国民の前にお出しいただけておりません。ぜひ変わった後の法務大臣には頭の中の引き継ぎをいただいて説明責任の根幹である立法事実の具体例について国民の前につまびらかにしていただきたいと思います。このようにテロ対策としての必要性が語れない金田大臣の下で審議は進みその間むしろテロ対策のためのテロ等準備罪というのは国民を欺くためのニックネームに過ぎなかったということが次々と裏付けられてまいりました。テロ等準備罪と必死に喧伝する割になぜ出されてきた法案にはテロ等準備罪がないのでしょうか。テロ対策だと言いながら政府に示された原案にテロの文字が一文字もなかったのはなぜでしょうか。修正された後も目的にテロ対策は掲げられずテロリズムの定義すら規定されていないのはなぜでしょうか。本当に与党の皆さんはこのような当然の疑問が解消されないまま法案の中にテロの文字が数箇所散りばめられたことをもって満足されているのでしょうか。キノコ狩りも現実的なテロ集団の資金源となる金田大臣のこの答弁をテロ対策に真剣に取り組んでいるプロフェッショナルの皆さんはどんな思いで聞いておられるのでしょうか。ここまで政府答弁が破綻する理由はただ一つ、テロ等準備罪というのは偽りの看板でありテロ対策というのは国民の目をくらます方便に過ぎないからです。万万が一この共謀罪政府の言うところのテロ等準備罪が成立してしまったら成立のニュース以降国民がテロ等準備罪という名前を聞く機会はほとんど皆無になるでしょう。なぜならテロ等準備罪という罪はありません。したがってテロ等準備罪で逮捕されることも起訴されることも判決を受けることもありません。したがって新聞やテレビなどのメディアでテロ等準備罪で逮捕された起訴された判決が出た
こういうニュースが流れることはありません。この欺瞞に国民が気づき始めたことをもって審議打ち切りを狙うということがあっていいはずがありません。せめて法務行政に明るい大臣の下で充実した審議を再スタートさせていただきたいのです。法案の欠陥その2は、テロ対策としての立法事実が破綻した政府が事実上唯一のよすがにする TOC 条約批准の必要性、これも新たな包括的共謀罪なしに批准できることがさらに明らかになってきたことであります。主権国家におけるその国の刑法というのは、罪と罰を定める立法を通じて治安維持と人権保障をいかにバランスさせるかという国家の哲学そのものであります。日本は原則既遂を処罰するという哲学に立ち、しかし犯罪の重大性などに鑑みて例外的にその一歩手前の未遂を、二歩手前の予備準備を、さらに必要不可欠であれば三歩手前の共謀陰謀を個別に精緻に検討して立法するという立場を取ってまいりました。その結果、現時点において我が国では人の命や自由を守るために未然に防がなければならない特に重大な犯罪約70については予備準備罪が約50、共謀陰謀罪が約20、すでに整備されています。条約34条1項は、締約国はこの条約に定める義務の履行を確保するため自国の国内法の基本的な原則に従って必要な措置を取ると定めているのであって、自国の国内法の基本的な原則と例外を逆転させることを要請しておりません。立法ガイド43パラグラフは、法的な防御や他の法律の原則を含む新しい犯罪の創設とその実施は各締約国に委ねられている。国内法の起草者は新しい法が彼らの国内の法的な伝統原則と基本法と一致するように確実にしなければならないと定めているのであって、だからこそ条約を批准した国は187もありながら、条約批准のために新たに包括的共謀罪を立法した国はノルウェーとブルガリアしか報告されていないのです。なぜ条約が要求しているからという建前を持って自国の刑罰法規で貫いてきた自分の国の法哲学を簡単に曲げるのでしょうか。なぜ立法ガイドが正確に言葉通りに条約の文言を新しい法律案に含めるよう試みるよりも、条約の精神に集中せよこう言っているにもかかわらず、形式的な満額回答を試み続ける一方で、諸外国に比べると銃や刃物などの所持を厳しく規制するなどして相対的に優れた治安状況を作り出している我が国現行法の特色を合わせ評価をして、条約の精神の履行を堂々と主張しないのでしょうか。そもそも形式的な満額回答を試みるという建前は維持しながら、12年前の回答は676、今回は277の罪と半分以下にしています。条約の問いかけが変わっていないのに満額回答が半減するという矛盾をどのように説明されるのでしょうか。まさにこの立法ガイドの中心的起草者であるパッサス教授の言葉がこの数々の疑問に答えてくれるのかもしれません。どの国の政府も国際条約を口実にして国内で優先したい犯罪対策を実現させることは可能なのですと。主権国家の主体的判断として現行法で条約批准するという選択を一個だにせず、むしろ条約という外圧を利用して本来の目的を隠したまま実現させたい犯罪対策手段があるとするならば、それは一体何なのでしょうか。それがまさに法の欠陥その3、一般市民が広く警察による情報収集、調査、捜査の対象となり、ネットコミュニケーションも丸裸になることであります。一般の方々は捜査の対象にならないと金田大臣は言い続けています。一方で、ビールと弁当を持っていれば花見、地図と双眼鏡を持っていれば下見、このような粗雑な答弁も繰り返しています。では、捜査機関はどのようにして当該人物の持ち物を把握するのでしょうか。尾行をし、張り込みをし、場合によっては持ち物を提示するよう声をかけるのではありませんか。まさに捜査そのものであります。その結果、実はビールと弁当を持った花見客であったとしても、金田大臣の言葉を借りれば、
一般の方々とは組織的犯罪集団と関わりがなく、したがって嫌疑をかけられることもない方々でありますから、一旦嫌疑をかけられて捜査の対象となった以上、この花見客も一般の方々ではないことになります。一般の方々は捜査の対象にならないのではなく、捜査の対象になるような人物は一般の方々ではない。これが金田大臣のロジックであります。同じように真面目な不動産会社の一部署がリフォーム詐欺専門部署に一変してしまった例を考えてみます。その会社の構成員である会社員が制御を担っていたのか、リフォーム詐欺を担っていたのかをどのように見分けるのでしょうか。取引先に聞き込みをしたり、社員一人一人のデスクの資料や PC を捜索差し押さえしたり、通信会社を通じてスマホや携帯電話のやり取りを把握するのではありませんか。まさに捜査そのものであります。その結果、実は自分が勤めている会社でリフォーム詐欺が行われていたことなどつゆ知らず、真面目にコツコツ営業に靴底を減らしていた社員であったとしても、嫌疑をかけられて捜査の対象となった以上、一般の方々ではない。これが法務大臣のロジックであります。こんな破綻したロジックを貫く者は、捜査機関に疑いをかけられるような人物は一般人ではないという金田大臣の傲慢な姿勢だけと言っても過言ではありません。森山副大臣一人だけ、一度だけ一般の方々も捜査の対象になりうると、その余地を認めた質疑がありました。しかし大変残念ながら、次の回の質疑で金田大臣の強弁の方に揃えて軌道修正をされました。まさに無理を通すために道理が引っ込んだ瞬間であり、金田大臣の罪深さを象徴するような場面でありました。捜査とは目を凝らして一般人の中から犯罪者をあぶり出す手段であります。一般人が対象にならないのであれば、捜査の多くはその目的を失います。捜査実務の経験者であればもとより、この議場にいる多くの皆さんの良識を働かせれば自明のことであります。金田大臣がやるべきは、一般人は捜査の対象にならないと詭弁を弄することではありません。既存の犯罪と同じように、この共謀罪においても当然一般人も捜査の対象になると認めるべきです。さらに共謀罪は277プラスアルファという大量の既存の罪について、捜査時期を犯罪実行から話し合いまでぐっと前倒しするものであることは隠しようのない事実なのですから、当然捜査網が拡大することも率直に認めるべきです。その上で、共謀罪がテロ対策にとって必要不可欠なのだという信念が本物であれば、捜査網拡大という人権制約があってもなお、それを上回る安全を提供できるのだという立法事実を国民の前に言葉を尽くし示すべきです。しかしこれまでの質疑において、金田大臣の信念が説得的な言論の形を取ることはほとんどなく、言葉に詰まるほどに大きくなるのは身振り手振りだけという残念な状態をこれ以上続けるわけにはまいりません。ただ珍しく、金田大臣がはっきり物言いをされた回がありました。私が共謀罪における証拠の限定、とりわけインターネット上のコミュニケーションツールについて質問をしたときです。金田大臣は手段に限定はない、つまりメールも LINE も Twitter も絵文字も顔文字もスタンプも証拠になりうることを明らかにしました。本来話し合いを証拠化するのは、結果を証拠化することと比べると大変難しい作業です。しかし金田大臣の答弁を前提とするならば、話し合いを処罰の対象とする共謀罪において、ネット空間における話し合いも処罰の対象となるのであり、その証拠化は捜査機関にとって極めて容易なものとなります。なぜならネット空間における個人の発信の情報収集は尾行や張り込みなどと異なり、手間も人員も経費もそれほどかかりません。ましてや先月、複数の報道機関がエドワード・スノーデン氏が入手した機密文書の中に日本に関する13のファイルがあったこと、その文書ファイルの一部によれば、アメリカの国家安全保障局は情報収集活動における日本の協力の見返りに、インターネット上の電子メールなどを幅広く収集検索できる X キースコアと呼ばれるメール監視システムを日本側に提供したとされていることなどが報じられています。キノコ狩りから著作権法違反まで、幅広い277プラスアルファの罪について
話し合いの疑いがあると捜査機関自らが判断すれば、捜査に踏み出す合法的扉を開く鍵がこの共謀罪法案であります。だからこそこの共謀罪はネット空間を含む個人の発言の自由とプライバシーを大きく制約するものであり、ましてや電子メール監視システムなどと連動したときは、私たちのネット上のコミュニケーションが捜査機関によって丸裸にされると言っても過言ではありません。金田大臣の答弁で明らかになったのは、ネット社会の現代によみがえった今回の共謀罪は12年前の共謀罪と同じように危険なのではない、より危険なのだということであります。そしてこの共謀罪は市民をテロから守る法案を装いながら、テロの対策の役には立たず、実際は物言う市民から権力を守る法案として機能していく、この危険を内包していることも明らかになりました。その他、私たちが共謀罪法案の欠陥ではないかと指摘してきた数々の論点について全く議論が追いついておりません。例えば277とされる罪のうち、未遂罪も予備罪もない罪は130、未遂罪はあるが予備罪はないものが105、これらの罪についてより前の段階である共謀段階で処罰対象とすることは、整合性をいかに説明をされるのか。また組織的犯罪集団が強盗罪の共謀をした場合より、さらに危険性が高まった予備行為をした方が法定刑が低いのはなぜなのか。同様の不均衡がその他、現住非現住建造物放火事案やハイジャック事案など相当数の犯罪で生じるが、この点をいかに説明されるのか。そもそも金田大臣自身、この法案が思想良心の自由を保障する憲法19条の問題となることを自ら認めながら、精神的自由の制約立法としてのこの法案について厳格な基準を用いた合憲性の説明ができていないのは、大臣の資質の問題なのか、それともこの法案が違憲立法だからなのか。論点を挙げればキリがありません。少なくとも現時点において私たちが未解決と考える論点は182を超しており、真に打ち切りが許されないことはもとより、金田大臣が答弁するほどに謎は深まり、議論は混迷し、論点が拡散していく、こういった現状を解決するためには大臣を変えていただくほかありません。その上で、テロ対策に万全を期すという覚悟が本物であるならば、ぜひ私たちが提案している航空保安法案にも真面目に取り組んでいただきたい。昨年、成田空港の保安検査員900名のうち290名、すなわちほぼ3分の1の方が退職されました。島国である我が国において、効果的なテロ対策は水際対策に他ならず、その中核を担う空港における保安検査員が人手不足では話になりません。911を経たアメリカでは、空港の保安検査体制における予算も含めた責任主体を民間航空会社から国へと変更しています。しかし我が国では、いまだ空港の保安検査体制を構える責任は民間航空会社に依存されている結果、保安検査員の方々の給与などを含めた就労条件が就労内容の重さに見合わず、先に述べたような致命的な人員不足に陥っています。合わせて保安のための人員のみならず、ボディチェックなどの保安機器についても、その維持管理が民間に依存されている結果、整備が遅れています。テロ対策に万全を期すと叫ぶなら、テロ対策の役に立たない共謀罪の成立に地道を挙げる労力を、むしろテロ対策のど真ん中である水際対策に振り向けていただきたいと心から切望いたします。また組織犯罪をめぐる国際協力にしっかりと万全を期す観点から、私たち民進党も人身売買とオレオレ詐欺などの組織的詐欺について個別に予備罪を設ける提案もしております。包括的共謀罪などという法的議論に耐えられない法案には見切りをつけて、しっかり的を絞った私たちの提案に耳を傾ける度量をもってこそ、政権与党のあるべき姿だと申し上げます。自民党の皆さん、立法府における政権政党の役割は政権の応援団もさることながら、政権が間違った方向へ向かおうとしている場合には軌道を修正し、より適切な方向へと導く責任も担っているはずです。しかしこの共謀罪の検討にあたっては、誤りを修正するどころか、むしろ政権の誤った手法を真似して自ら説得力を貶めてしまうということが多々ありました。例えば自民党内で配布されたとされる資料では、
このような記載があります。現行法ではテロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合であってもこの時点で処罰することができません。この点について参考人の刑法学者からは、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、テロ資金提供処罰法違反の罪、それぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して社会の中で議論して初めて良い法律ができるものと確信しております、こういった指摘を受けております。共謀罪法案の完成度の低さ、テロ対策としての圧倒的なリアリティの欠如、そして何よりも法務大臣の資質の問題、自民党議員の皆さんの中にも大きな疑問符が浮かんでいる方が私はいらっしゃると思います。党内議論において疑問が払拭できなかったのであれば、ぜひこの本会議場の採決の場で自らの意思と良心を示していただきたいと思います。公明党の皆さん、共謀罪法案は思想及び良心の自由、さらには信教の自由をも脅しかねないものであります。宗教団体のトップが2代にわたって戦中治安維持法で逮捕され投獄され、そのうちお一方は獄中で死去されました。ぜひ歴史に学ぶ知性を持った人権の党としての矜持を見せていただきたいと心から願うものであります。最後に、私たちの社会において個人の自由と不自由を隠するラインはそこにあるものではなくて、国民自らが引くものであります。この法案は私たちの社会における自由のラインをどこに引くのか、安全安心のために私たちの自由のラインをどこまで後退させるのか、このことを国民の皆さんに問いかけています。そして国会の場は国民に対して正確な情報を提供し、本質的な問題を提起した上で国民代表として一人一人がその賛否を明らかにする場です。このプロセスが正常に働かなければ決定の民主的な正当性は担保されず、ひいては私たち国会議員の存在意義さえも自戒してしまいます。しかし金田大臣はこの大前提を無視し、法案の看板を書き換え、法案審議のプロセスの正当性を汚し、むしろこの法案の本質を隠し続けてきました。自由と民主主義の持つ革新的価値を理解できない、そしてそういった理解を共有できない法務大臣には大変残念ですけれども、大臣の職責を手放すことをもってその責任を取っていただくほかないと訴えて、私の趣旨説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。